9月2回目の高見倉山です。今月中にあと1回で3回目になります。今年の目標、月3回が9月度も達成できます。今回もヤッホーを叫んでみました。ヤッホー。できるだけ大きな声を長くヤッホーを叫びます。これも健康の一つと考えています。こんにちは、こんにちは。サンダルみたいな、うん、気に入ってます。おしゃれ。あ、そう、うん、今年から初めて。どうなんでしょうね。もう3人ぐらい入ってるのかな。だからあれもう落ちないのか。あ、ほんま買い物上手これね、これ1万6000円したと思う。だけど気に入ってます、うんうん、とても気に入ってます、うんうん、靴ずれせんのよね。ねえ、ね、今日折り分けどうなんかなってちょっと心配なんやけどね。ああ、そっか、登るの。うん、登りは全く関係ないねんけど、折り分けがどうか、うんうん、そうそうそう、ね。男性用、これ男性用なんで、日本製、ナイキなんじゃない、これなんかわからんけど。あ、本当や、ナイキや。5000円でナイキがあるわけ。割引でもすごいな。ほんまにナイキこれそうやもんね。あ、そう。これ。あ、ほんまや。ナイキや。間違いなし。すごい。5000円。まあ、でももう何年もないよ。最近じゃない。すごい。そんなに。そうそう。降りるのはね、簡単そうに降りてますわ。難しいんやろうけど、登るのは大変やね。そう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 、あれも、うん、打ち込んであるしね。ロッククライマー用に、なんか練習場らしいですよ。うん、そう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 、そんな場所があるみたい。え、お一人？何マラソン？あ、福岡マラソンね。今年は何回目？何回目だっけ？僕ね、25回が最後でね。25回の時にやっと3回目に完走できたんですよ。それまで2回
リタイアしてね。そう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 、短いしね。あ、走られました、加古川マラソン。あ、もうな、何回も。へえ。ギャラリーが少ないのとね、こんな河川敷やから冷えるんやね、風があってね、川で温度が下がって7度ぐらい。彼女とのこの会話の途中に、彼女のマラソンの師匠である斉藤さんにお会いできました。なんと斉藤さんは私の自宅の勉強多いですよ、近くにお住まいでした。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。